毛利元就の後編です1555年毛利元就は厳島の戦いで末春方を討ち取り秋と貧乏を領する戦国大名となりましたこの頃の京都では三好義長が実権を握り将軍足利義輝は京都から逃れていましたまた織田信長は尾張統一に向けて 敵対勢力との戦いを繰り広げていました大内氏滅亡厳島の戦いに勝利した元就はすぐにその勢いをもって大内領である須賀と長門の攻略に取り掛かります大内氏の当主は大友宗麟の異母帝の大内義長です義長は末春方が のの大内義孝をの辺で打ち取ると代わりに当主に担ぎ上げられました春方が亡くなった今大内義長は領内をまとめることができず毛利軍の侵攻に対し大内氏の家臣は次々と毛利氏に降伏または寝返り内部抗争もあり大内型の城は落城していきました。 1557年3月大内義長は毛利軍が迫ってくる中本拠地である河野峰城では守りきれないと判断し山口を捨て重臣の内藤貴与らと共に長門の県城である勝山城へ逃亡しました元就は勝山城を包囲すると毛利水軍や村上水軍を派遣して周防だから関門海峡を海上封鎖しました 毛利軍は勝山城を攻撃しますが、なかなか落とせず難航しました。そこで、元成は、内藤隆世が自陣することを引き換えに、大内義長の一名は助けるとの条件で、会場を呼びかけました。1557年4月、勝山城型は、この条件をのみ会場し、高世は自陣し、義長は長福寺に移りました。しかし、 元就はこの約束を破り長福寺を包囲すると吉長は自陣して果てましたこれにより大内氏は滅亡しましたなお元就は大友宗麟が大内義長に援軍を送るのではとの懸念があったためあらかじめ大内領の分割について毛利氏がすほと長戸を大友氏が 偶然と筑前を領有する密約を交わしたと言われています吉永は兄の宗林にも見捨てられたことになります石見銀山の工房話は少し遡ります石見銀山は1526年頃から大内義興によって銀の採掘が始まりましたその後大内氏や小笠原氏 天子氏の間で、岩見銀山の争奪戦が繰り広げられていきました。末春方が、厳島の戦いで敗死すると、岩見銀山は毛利氏が所有するようになりました。1556年、または1558年、天子春久は、岩見銀山の奪回のため、2万5000の兵を率いて出陣しました。まず、 岩見銀山を守るために築かれた天然の要害である山吹城を包囲し兵糧攻めを開始しました一方元就は宍戸高家が率いる兵7000を援軍として向かわせ宍戸隊は山間に谷川が流れる押しばらに陣を敷きましたこれを知った天子春久は押しばらに出陣しましたそして天子軍は 山の上から石を落とし、宍戸隊が混乱したところを攻撃します。すると、宍戸隊は、総崩れとなり、周百の兵力を失い敗走していきました。この戦いを、おしばら崩れと言います。その後、籠城を続けていた山吹城は陥落し、岩見銀山は、天子市に奪われました。 1558年元就は大内氏を滅ぼし素方と長門を平定し再び石見銀山の奪回を目指します毛利軍は石見銀山の周囲の尼子型の城を落としていき1559年9月に毛利軍1 4000の兵で山吹城を攻めますが守りは固くなかなか落城させることができません元就は 大友氏が九州の門司港を攻めてきたことや長い遠征であることで石見銀山の奪回を諦め軍勢の撤退を決めました毛利軍が五穂坂を下り始めると山吹城の兵や救援に来た春久本隊の兵が突然追撃してきました毛利軍は坂を下っている途中だったこともあり 混乱状態に陥り敗走していきました。元成は命からがら逃げ帰り、岩見銀山の奪回は失敗に終わりました。この合戦を、ゴー坂の戦いと言います。一方、備中でも毛利氏と天越氏は争っており、1560年頃には毛利氏の後ろ盾を得た三村家地が、備中をほぼ統一。 毛利氏の事実上の勢力圏となりました天子氏滅亡1561年12月天子晴久が急死しました享徳は嫡男の天子義久が継ぎましたが義久は21歳と若く家臣の中に 毛利氏などの敵対勢力と対抗していけるのかとの不安が出始めましたこの不安を抑えるため天子義久はモーリスとの対立を避けようと1562年に将軍足利義輝の仲介で毛利氏との間の和議を成立させましたこの和議の条件は天子氏が岩見から手を引くことですこのことで天子氏に従っていた 出雲の西部と南部の多くの黒人衆は離反していきましたこれを好機と見た元就は和議を破棄し出雲への侵攻を開始します一方九州では大友宗麟と争っていたためその対応として毛利隆元を派遣しました毛利軍は出雲へ侵攻すると尼子方の城は 次々と毛利氏に基準していき、天子義久の居城である合算戸田城に迫ります。しかし、この合算戸田城は、かつて大内義隆の大軍と共に攻め、落とせなかった難攻不落の要害であるため、今回は、城へ至る補給路を遮断し、孤立させる作戦をとりました。まず、合算戸田城の第1の市場であり、 輸送の拠点である白髪城を包囲しましたしかし元就のもとに不幸な知らせが舞い込んできました1563年8月大友氏との和議を結んだ高本が出雲に向かう途上に急死しました去年41死因は食中毒ではないかと言われています毛利軍は高本の弔い合戦として 白賀城への攻撃を行い10月に落城させましたまた日本海や中海からの海上輸送を遮断するため小高城や戸上山城を攻略さらに宝岐川からのルートを遮断するため発祥消城なども攻略しましたこうして1565年春頃には月山戸田城への補給路のほぼ全てを遮断しました 1566年4月に毛利軍は月山戸田城への攻撃を開始します月山戸田城には本丸につながる道が3箇所あります正面のおこもり口は毛利元成南側の塩谷口は吉川元春北側の菅谷口は小早川高景の軍勢が攻撃しました迎え撃つ尼御勢は おこもり口を天子義久、塩谷口は天子智久と山中鹿之助、菅谷口は天子秀久が対応しました。毛利軍は連日攻め立てますが、天子軍の守備は固く、城内への侵入はできません。元就は城を落とせないと判断し、攻撃を中止し、一旦、荒川城に撤退しました。 9月に毛利軍は再び脱山と太田城を包囲し兵糧が早くなくなるように天御兵の降伏を一切許さず投降した者は処刑しましたそのため約1万の天御兵は城内にとどまるしかなく食料補給がない中耐えていきました11月尼子義久はついに降伏を決意し城を明け渡しました 元就は義久ら尼子一族の命を保証し秋に連れていき幽閉しましたこうして戦国大名としての尼子氏は滅亡し毛利氏は中国地方8カ国をほぼ平定しました元就69歳ですなお以降も尼子家の再興を望む山中鹿之助らの尼子残党軍が出雲に侵入し 毛利氏への抵抗を続けていきました元就の最後1563年に当主である嫡男・高本が急死したため家督は高本の嫡子であり元就の孫である輝元が継ぎました輝元はまだ11歳であったため元就が後見となり引き続き毛利家を率いていきます 1567年、照本が15歳になると、元就は隠居しようとしますが、輝元から隠居しないように懇願されたため、隠居を撤回しました。その後も、元就は、大友宗麟との戦いのため、九州に出陣したり、大内残党軍、尼子残党軍と戦っていきますが、次第に体調が悪化していき、1571年6月に死去しました。 去年75毛利家は照本が叔父である吉川晴元や小早川高景らに補佐されながら率いていきますその頃の京都は織田信長が上洛し武田信玄や浅井市朝倉市石山本願寺などと戦いを繰り広げていましたその織田信長も元成の死に際し 使者をを派遣してて述べさせています毛利元就は秋の小さな黒人である毛利家の次男坊でしたが家督を継ぐと二大勢力であった大内氏と尼子氏の間を渡り歩きながら次第に力をつけていきついには大内氏と尼子氏を滅ぼし中国地方8カ国を勢力圏とする大大名に成長させました。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。